はい、こんにちは、佐々木です。今日ですね、ですね、メルカリフリーでですね、こちらの方をですね、素早くですね、こう継続的にですね、商品を高く高額売る方法ですね、こちらの方をですね、私が最近気づいたことでぜひですね、紹介させていただきます。はい、私はですね、メルカリはですね、今ですね、メルカリの評価なんですけど、400以上ですね。はい、はい。でですね、フリルなんですけど、こちらの方も、フリルもですね、50以上ですね。はい。はい。ここでですね、フリルに関してはですね、結構ですね、後発組なんですよ。去年のですね、8月ぐらいから入ったんで、まあ、全然1年経ってないんで、まあ、50以上突破しましてですね、まあ、まず、売れてますね。順調に全然売れてますんで、はい。メルカリは、去年の12月の後半、28日ぐらいかな、20日から入ったんで、まあ、1年経ちました。で、今、評価400以上ですね。悪いも3つあります。はい。でですね、フリルがですね、結構僕伸びてるんですよ、相当。でですね、まあ、フリルで売れないって人ですね、売れない。売れないって方も結構います。はい。ですね、ま、いろいろちょっと考えてみたんですよね。なんで私は売れていくんだろうと思って。で、まあ、これですね、商売の基本だと思うんですけど、多分ですね、常連がいるんですよね。常連さんが確実にいます。おそらく、わかんないですけどね。で、メルカリは、います。で、なぜかというとですね、連絡ですね、連絡が来ます。連絡ですね。が来ます。はい。なので常連さんいるんですよ。で、フリルはですね、まあ50以上になってきたんですけど、多分常連さんですね。多分いますね。はっきりわかんないですけど、でですね、売れる理由っていうのをですね、いろいろ考えたんですよ。売れる理由ですね。はい。でですね、何で売れるか。まずですね、商品がですね、綺麗です。はい。商品が綺麗ですね。それとですね、これ早く、これですね、これ私絶対こうやるんですけど、早くですね、配送する。はい。もう早く配送します。もう今日も配送しますけど、あとですね、そうですね、欲しい商品ですね。欲しい商品の、ポイントをですね、掴んで、掴んでいます、多分。はい。ですね。これですね、欲しい商品ポイントを掴んでるかと思います。はい。ですね。あとはですね、まあ、例えばですね、例えばですよ、購入明細書ってあるじゃないですか。のですね、例えば、コピーとかね。まあ、こういったですね、心遣いとか、まあ、こういうのしています。で、自宅配送の場合はですね、丁寧に梱包しますね。梱包を使ってやってますんで、まあ、例えばプチプチ君とかね。はい。なので、あと段ボールですね。段ボール。なので、まあ、こういったところで多分、売れると思うんですよね。はい。これだけなんですよね。商売の基本なんですよね。なので、まあ、多少高くてもですね、売れるんですよ。まあ、例えば、1万7000円出してるのを、他の方が1万6000円ですよね。僕、1万で売れるんですよ。はい。なので、売れないっていう、ってことはまず絶対ありえないんで、売れないって人は、どっかずれてるんですよ、これ。おそらく。なので、商品がもう汚いとか、配送遅いとか、梱包がしっかりじゃん。段ボールでね、ちゃんと置かないとか、いろいろありますよね。
ここら辺をですね、ぜひ直していただければですね、売れます。絶対に。はい。で、フリルはですね、売れます。もう断言で言います。売れます。私は売れてるんで、まあ、ずっとやってるも100とかも、こうやって100、100とかもどんどん200とかね、こうやってもう、下手1000とか、いっちゃうので、もう、どん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 。はい。もうこれも多分1000円いくと思うんで、1000円ですね。以上。はい。なので、ぜひですね、売れない方っていうのは、まずですね、商売の原点に戻っていただいてですね、まあ、こういったですね、まあ、綺麗な商品ですね、早く配送するとか、ね、売れる商品のポイント掴んで売れば、まあ、女性の方がメインですね、フリルって。売るんですよ。お金持ってるんで、女性の人って。別に、今の女性ってのはすごい強いんで、ね。なので、ぜひですね、こういった部分ですね、理解していただければですね、いいかと思います。はい。では、今日も一日ありがとうございました。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。